おかんおせち、おかんおせち、大きい声で。願いします。お願いします。お願いします。今年もいい一年でありますように。お兄ちゃん帰ってきてません。はい、乾杯。何日やからね。はい。お餅がいるんやったら、あれ。鳥の何やった？鳥の何やったこれ？蒸し鶏。蒸し鶏。蒸し鶏。これが一番好きなんよ。何が好きか。3人だけやでって。父ちゃんちが食べるでって言ったら好きにしってパパ言ってたよ。使ってるこれ。使ってるはず。タマネギは知らんけど、うん、もうしなくなってる。大丈夫、うん、あ、日本酒おいしい。
るよ。娘って言うんだけど、うん、娘がうまい。正月は勝ちの子食べてみて、勝ちの子プリプリだ。勝ちの子の母さん、歯がなかったのでこんなに食いにくいもらえたっけ、かき起こして。でも、前の時は来なかった。前の時まだ歯あったのか。たたきごぼうやで。パンスペアリド。やったね。もう一回ね。なるでしょ。はい。なんでスペアリブどう？うん、美味しい。食べられるな。何個だよ。とりあえず1個にしとこうか。これ何？春巻き。春巻きのなんかカレーやるんだ。そう、カレーチーズ味。チーズカレー。どうしてスペアリブ。うわ、カレーの匂いする。ほんと匂いつくかな。スペアリブうま。これ美味しかった。え、白いご飯だけない。あ、うん、チラシ寿司。チラシ鶏ごぼう。ねえな、急激に、あと、うん。こっちゃん、中性変し、首の匂いと頭の匂いかぶれてるし。どの赤玉の口を、みんな、匂うね。一緒。え、匂ったん？もう、どこどこにも匂ってるわ。うん。出会った瞬間に匂ってるわ。ちょっと、匂わしてる。なんか言わなかった？やめろ、言わなかった？笑ってたで、みんな。さあ。隠れて匂う。でもさ、赤ちゃんの首とか頭にニンニンするよな。まあまあミルクの匂い、うん、なんかやっぱし違い、違い。なんか赤ちゃんって体は似たような匂いにする人。赤ちゃんに似合ったことないけど、一回しか。ママ、エビが誰も食べてない。エビ向こうめんどくさいからな。パパが一番うまいの、こんな中では。で、サーモンのマリネ。うん。サーモンのマリネ。マリネって何？甘い。向いている。全員の向いてや。これ一回最初に向いたら、もう手が汚れる。来年から向きがかりじゃないか。いや。永遠も向きがかり。だってじいじいつもエビ向きかしわりやったやろ。そうやね。お父さん、向いてよ、言うて。じいじい向いてって。え、おせち食いながら飲まへんのか。え、飲まへんの。え、そこは飲んでない。ちょっとは飲むけど、まあ、そんなにいっぱい飲んでない。こわ、やめて。ちょっとお餅どう。ちょっとお餅食べてみて。え、いるもちょっと。いるチラシ寿司にいくら乗っけたの。今日ママもそうしよう、戻って。うん、ほらうまっ。ちょっとお餅超美味しいんで、パパ。あれ、そこの田中屋さんの
お餅手作り炊きたてのお餅やで津山の今年はここでな、今年はこっちで買ってな。パン屋さんが作ってるお餅やって。パン屋さんが作ってるお餅、美味しいね。あそこのなんやで。パン屋さんが作ってた、あ、お餅、うん、どこ。まうん、うまい。何しても美味しいって。食べたことあるの？ない。ないけど、たまたま振っとったから、絶対美味しいわと思って。それ。絶対美味しいやろうと思って。何やろ、うん、食べたことあって、じゃなくて。あって。うん。うん、美味しいな。全然違うな、うん、食べてみる。何がどう違う。すぐ気になる。だから真空パックの餅ってなんか餅にちゃにちゃしてるやん。ちゃんと餅米で餅の方が食べやすい。うん、美味しいね。スッと気づいてる、うん。さすが田中屋さんやな。だってパンで作ったお餅やろ。パン屋さんパンで作ったら、パン屋だ、パン屋だ、パンで作ったお餅、パン屋さんが作ったお餅やろ、うん、うん。電話する、うん、もういつもいい、もういつもいい、電話さんかもいい。行ったのか、ここ食べてないって言って行ったのか。うん、よく食べれるな、餅。スッと入る。イカメンタイも乗っけたろ。行く前に行ったのか。なんで。ん？行けばいいさ。ああ。年末恒例のデッドアライブ。はい。じゃあ全然打って。デッドアライブやで。右か左か。左。はい、残念。アウト。没収。デッドアライブ。右か左か。右。はい、残念。はい、没収。持ってたんで、今。ということで、今年は、お年玉なし。なんでやねんね。パパのこっちの指、左ちゃん。左やね。左やね。ないや。はい、没収。はい。はい、残念。はい、出せ。ちょうだい。じゃあ、今日一緒に寝るか。いや。じゃあな、一緒に寝るか。寝る。ラーはい。おめでとう。ありがとう。よし。はい。はい、ありがとう。よし。よかったね。開けていい？いいよ。前も開ける。ゆい、5000円。言ったわ。うん。多いない？5000円しか入ってなかったので、一応分けてくれ。いや、5000円。今日、夜はあれやね。募集するあのゲームするかな。募集するゲームするどういうこと。トランプのババ抜きかな。あ、いいよいいよ。あの、いや、七並べ。七並べ。じゃあ、真剣衰弱。真剣衰弱。負けたらけど募集やで。まだ真剣衰弱だけにはいい。まだ真剣衰弱かスピード。はい。じゃあ勝負な。うん。行ったのか。顔出すって言ってるからって、パパも一緒に行くって言ってるわ。歯ないけど行かないって電話してるよ。そんな知らんよね。電話する？電話するんだよ別に。まあ電話したな。早く行ってもらうな。うん。一回行ってきます。うん、ほら。なんか言ったら、うん。うんとか。
じゃあ行ってきます。じゃあ行ってきます。はいはい、いいね。こっからあの歩道橋まで、いいね。最初はグーじゃんけんぽい。あ、くそ。